こんにちは。今日はですね、今金曜日の夕方なんですが、今からうちから車で1時間半ぐらいのアルプスの山に今週末プチスキー旅行ということで行ってこようと思います。でね、今から出るんですが、娘がね、まだ今幼稚園に行ってるので、娘をピックアップして、そのままね、その足で向かいたいと思います。せっかくなのでちょっと動画も回そうかなと思っています。今娘を幼稚園からピックアップしてきたので、これから山へ向かいたいと思います。今日はもうずっと朝から雨が降っているんですが、多分山の方はこれが雪で、きっといい感じに雪が積もっているんじゃないかなと思って期待しています。せっかくなのでホテルの中をちょっとだけご紹介します。ここもうドア開けてすぐ入ったら、ベッドがあります。で、こっち側の横はね、スキーの場所なので、スキーを置ける場所がね、スペースが広くあって、ちなみに今回娘が初めてスキーをするんですが、これ中古のスキーを安く売っていたのを、買いました。35ユーロぐらいでした。で、これも中古の、スキー靴ですね。で、そのお店の人によると、今シーズン使ってみて、で、また来年これを売りに出して、別のサイズの買ったらいいよっていうことで、勧められました。で、奥に進むと、ここがバスルームがあって、はい、とバスタブ兼シャワーみたいになっています。じゃん、はい、もちろんバスタオルもちゃんとありますね。そして、行きます。よいしょ。こっち側が、なんだろう、リビングっていうのかな。これ今ベッドになってるんですが、ソファーベッドです。なので来た時はソファーでした。で、テーブルがあって、で、キッチンはそんなに大きくはないんですけど、でもこうやって IH があったり、ポットとか、電子レンジとか、こう鍋とか、ここで料理をして過ごせるような作りになってます。こうやってね、食器とかスプーン類もね、ここにたくさん置いてありました。で、あと冷蔵庫と、これは多分食洗機かな、という風になっていて、自炊もね、できるようなキッチンになっています。そして、こっち側が外が見えるようになっています。バルコニーもあって、はい、バルコニー結構広めですよね。まあ、寒いのであんまりここに出るっていうことはしないと思うんですが、で、向こう側にすぐもうスキー場が見えています。今リフトが見えると思うんですけど、ここのホテルから出て、大人の足ならもう5分ぐらいですぐあそこのリフト乗り場まで行くことができます。本当にスキー場直結っていうんですかね、そういうところです。
今日はすごい雪が強くって山の上の方は閉まってしまっているみたいです。なので、比較的、低いところというかそんなに高くないところでスキーをやることになりそうです。あの子供の用のチューブのトンネルみたいなのは結構長くってこうやってずらーっと続いています。で上まで行ってあそこからね練習してる人とか子供の子が降りてくるといった感じです。どうですか？あ、これ絶対やりたくなるよね、雪の中で。ça c'est la pointe。私たちは今からちょっと娘が今レッスンしてるのでちょっくらスーパーに行ってきます。ここは、アルプドゥエスっていうところに来ています。あのスキーリゾート地なのかな、なので、スキーのねリフトがあるところの周りにこうやっていろんな、ロッジとかね季節の間だけ借りれるアパートとかホテルがたくさん建っています。娘は初めての、スキー楽しかったみたいです。たくさん転んだって言ってたけどその教えてくれた人が優しくてすごい楽しかったって言ってました。なんかこれだな、よいしょ。ドロンチョ。お団子。お団子。オッケー。いいよ。それ。行くよ。雪落ちてくるよ、たくさん。せーの。まだあるよ。そこ振ってごらん。そこの雪がついてる葉っぱ。そうそうそう。フリフリってしてごらん。今ですね、だいたい3時半ぐらいなんですが、さっきまでずっと私たち外にいたんですが、寒くなってきたので、ホテルに戻ってきました。今日ですね、今シーズン初ぐらいにすごくたくさん雪が降っている日みたいで、吹雪いている時間も結構あって、途中でね、今も多分リフトが止まっているっぽいんですが、山の上の方も閉まってしまったりとか、していて、でね、なんかすごくリフト待ちの人も列が長くてっていう感じで、そんな感じでした。で私たちはねもうちょっと寒くなってきたからいいかなということで戻ってきたんですけど、夫はねちょっとだけスノボを滑っていきたいということでスノボを持ってねまた山に、出かけていったんですが、私たちはねホテルでねこうやってあったかい飲み物を飲んでのんびり過ごしたいと思います。黄色、これ次はいや、これ rouge。 これ d'autre? Je sais que
クッキー。シップス。あ、シップス。シップス。シップス。で、ビアで、で、ポワソン。ポワソン。ポワソン。おー、c'est quoi? Chorizo, bah ils avaient plus grand chose hein. Ah, et aussi ça. C'est quoi collé? Je voulais bolognaise pour elle, mais ah oui? Ils avaient pas la saison. Ouais. C'est quoi collé? Ça, c'est la chose qui pique. Oui, qui pique, qui pique. C'est pas trop mal. Hein. Collé, c'est quoi? Ça. Waouh! Oh, ils sont. Pas bien, bien. Ah, oui, oh, ils sont. Moi, j'ai bien collé. Il y avait un endroit avec plein de poudreuses, je suis allé dedans, c'était bien. Et d'un coup, vraiment, il était. C'est vraiment. Tu tombes. Parce qu'il y a, je sais pas, une. Toc, 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 toc. Non, c'est pas collé, c'est Donguli Golo Golo. Donguli Golo Golo. Donguli Golo Golo. Bah oui, c'est parce qu'elle dit Golo Golo tout le temps, c'est pour ça. Donguli Golo Golo. Arrêtez. Donguli Golo. Je sais plus, Donguli Golo Golo. Donguli Golo Golo. Yolo Kondi. おお、すごく晴れてるね。じゃーん。はい。いい天気ね。うん。オッケー。J'ai bien gagné du temps, mais...